背番号26番、小島雅人です。背番号29番、川田健人です。背番号32番、ゴールキーパーの加藤裕樹です。でもいいの、高くして、でもいつも通りでいいぜ。もうね、そうだ、なんだろう、今宮崎の何日目？4日目か。4日目、あと5日、あと5日。いや、早く帰ったかそれダメだよ。それダメでしょ。早く帰りたい。とりあえずね、俺が先輩って一応先輩だから話振るか。いきます。なんだろう、何がいいかな。とりあえずユースとトップの違いかな。それはどう、どういった違い。別に何でもいい、サッカーでも生活も何でもいい。なんかじゃあ俺サッカー言おう。別に生活面では何か何が違う。違い、やたらとシャワーを浴びたがる。お前それはやばいどういうこと。それは他の選手がどう。あ、みんなです。みんな、あ、みんな、何だったらシャワー浴びないですか。え、だって練習2ブレンとかだから普通じゃん。練習前に何かシャワー浴びるっていうのが。え、ユースでもあったでしょ。いや、分かった。眠気覚まし的な感じであったよね。ないない。え、ないない。あ、まだ朝飯後はあった。ああ、朝飯後な。朝飯後入ってたよ。え、サッカー麺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 結構変わったでしょ。絶対変わる。まあスピード感だよね。一番はそれだね。今思うとユース遅いなって思う。え、なんだろう、じゃあ、え、何なんだろう。好きな選手とかじゃ。あ、好きな選手、好きな人、チームで好きな人、チームで。なんかこの人と一緒にいたら楽だなみたいな。いる。楽だ、ね。楽っていうか、なんか、あ、楽しいというか、なんか気付かなくていいんだよ。まあ僕はもちろん雄三さんです。それはそれ。それは絶対だわ。それはもう結構一緒にいるもんな。健人。俺最近慶吾くんかな。慶吾くん。慶吾くん。慶吾くんな。もうだいぶ仲良くなって。あ。普通に英語だってみんなからいじられてるもん。あと面白い。たまにと慶吾くんのいじりは面白いです。面白い。今日も食事で面白い。面白い。関西の人たち面白いもん。マジ面白い。でも翼くんめっちゃ面白いでしょ。翼くんめっちゃ面白い。びっくりしました。最高。一緒に出て楽しくない。翼くんめっちゃ面白い。見てて面白い。な。関西って面白い。面白い。なんだろう。何が。でもやっぱ最初塩さんとかめっちゃ怖かったです。ああ、塩さん、バンさんは。いや、もうそれは俺らも最初怖かった。バンさん、バンさんちょっとね、はい、それは俺らも怖かった。優しくさせてくれてるので助かります。本当に助かってます。じゃあ最後に、じゃあ抱負どうぞ。俺もいいから1年目から出場できるように日々努力していきたいと思います。早く試合に絡めるように練習を、一日一日の練習を大切にして頑張ってチームに貢献していきたいと思います。はい、頑張ります。ひどい雑っすね。ひどい、終わりだ。ひどいわ。